ありがとうございました。お二人にきっちり時間を守っていただいて、お話をいただいたわけですけど、これから、会場からのご質問、ご意見をいただきたいと思います。いかがですか？どうぞ。質問なんですが、その前に一つ、今の辺野古の土砂の、埋め立てに関する反対署名を受付でやっておりますので、緑の同盟と一緒にぜひご協力をいただきたいと思います。それからリニアのリーフレットも置きますので、ぜひお手に取ってご覧ください。それで質問なんですけれども、防衛省が農水省に対して、行政福祉法に基づいて申し立てをしたということですが、私たちも、リニア問題で、国交省に対して、異議を申し立てをしたところなんですけれども、申し立て人の資格として、国がその適格性を持っているのかどうかという点については、これ、行政福祉法には多分、なんだ記載が、申し立て人の中に国がどうかという記載がないような記憶があるんですけれども、その点はどういうふうに問題化できるのかという問題ですね、それがどの程度また可能性を持っているのか、その辺についてちょっとご説明いただきます。北先生、お願いします。ありがとうございます。大変重要な問題で、今日ちょっと時間がなかったので、少し割愛させて、いただいた部分なんですけれども、行政福祉審査法上は、おっしゃる通り、例えば県の処分に対して納得できない、市の処分に対して納得できないという場合には、国に対して不服申し立てをするという、そういう手続きがあります。で、これ自体は、もともと市人、一般の人たちを念頭に置いた規定です。ただ、一般の人たちしかできませんよと、国はできませんよという、そういう明文の規定はありません。ですから、形式だけを捉えると、国もできてしまうことになるんですね。国が申請者の場合でも、国に対して不服申し立てをするということができてしまうというふうに、形式上は読めてしまうわけです。しかし、もともとなぜこういう制度ができているかといいますと、それは個人の権利の救済のためなわけですね。で、例えば県から処分が出た、それは違法な処分だったという場合に、それを国が、是正をする必要がある場合が確かにあるんじゃないかということで、個人が違法な行政から守られるために、この制度というのができているわけです。ですから、もともと制度自体が国が使うということ自体を念頭に置いたものではないというふうな議論は十分に成り立つだろうと思います。で、それからもう一つの議論としては、県や市の決めたことを国がひっくり返しちゃうことになるわけですね。で、それは地方自治の観点からやはりおかしいんじゃないかというふうな議論がありますで、これは行政法で有名な塩野博先生という方の教科書なんかにもその問題点というのはちょっと書かれているんですね。で、地方自治という観点からすると県や、市が決めたことはやはり尊重されるべきじゃないかと、その観点からこの制度、最低的関与という制度なんですが、問題があるんじゃないかという議論は実は非常にありました。で、地方自治法が改正を何度かされていく中で、やはりこの制度は廃止した方がいいんじゃないかというふうに考えている行政法の学者もたくさんいて、議論はあったんですが、残ってしまっているというのが今の現状です。で、可能性が、そういう議論をした時の可能性がどれぐらいあるかというのは非常に難しい問題で、最終的には裁判所が国に申し立て資格があるのかどうかというのは判断をするわけですけれども、裁判所の勘がどういうふうに考えるかということになってくるだろうと思うんですね。だから、その実質的にはこれは国は戦争でしてないですよという実質を捉えて、やはりおかしいというふうに、申し立て的確がないというふうに言ってくれるのか、やはり単なる法律の形式だけを捉えて、法律には国ができないとは書いてないでしょう、だから別に国が言ってもいいですよと、裁判所というのはあまり大きい声で言えませんが、基本的には法律の解釈がいくつか成り立つ場合というのは国に有利な解釈を取るんです、裁判所というのは。ですから、簡単ではありませんけれども、それは十分争って主張する余地はあるし、議論するということだろうと思います。他に
他にご質問、ご意見ございませんか。中井先生も、北先生もお忙しい中、せっかく駆けつけてくださいましたので貴重な機会です。遠慮なく、はい、どうぞ。ありがとうございます。沖縄でやられていることがですね、鎌倉の緑の道門でもそうだったんですけども、市が最初に決めたことをですね、縮小という言葉が流行語大賞になるのかもしれませんけども、あらゆるこの反動の声を抑え込んでですね、進めていく様が非常に同じようなことをやってるんだなというような気持ちで見ておりました。で我々こう外ではなくて当事者の立場にいないとですね、なかなか共感することって難しいわけだと思います。で今お話をこう30分1時間聞かせていただいて、すごく共感させていただいたんですけども、自分たちのところに基地が来なければいいって考えている人がすごくほとんど多くてですね、基地は必要だって言っている人が多くてですね、でその人たちにやっぱり基地を作らせないようにしたい、運動をもっと広げなければいけない、共感を広げなければいけないというふうに何かこう戦略もう少し考えていることってありましたら教えてください。今おっしゃっていただいたのは非常に重要な課題でして、いろんな法的な問題があるんですが、もう最終的には世論の問題なんです。で結局今の日本社会の中では、米軍基地を作らないと日本は成り立たないというふうな、考え方が基本的に大多数、大多数かどうかは別として多数派を形成をしていて、で、そこまで、積極的に反対をするという声がなかなか上がっていないから進むわけですね。法的な問題よりもそこがもう根本的な問題なわけです。で、やはりこれまで、とにかくこれに関してはですね、もう世論に対して訴えるあらゆる手段を使っていくしかないだろうと思います。で特にこの問題というのは沖縄自身の問題なんで、沖縄の問題なんですけれども、なかなかその実情というのがこれまで本土に伝わっていないというのが一番の問題です。で、沖縄の新聞は沖縄タイムス、沖縄新報って2紙あるんですけれども、それはもう連日のようにこの問題を扱うんですけれども、本土の新聞ではもうほんのちょっとしか出なかったというような、そういう扱いで、本土の人はほとんど知らないよというふうな現状だったんですね。ただ少しずつ変化の兆しはあります。やはり小長知事が当選したことによって、本土のマスコミもこの問題について以前よりは報道するようになってきている。で、そういう中で、世論が少しずつ広がるきっかけっていうのもあるだろうと思います。しかしまだまだ十分ではない。ですから私も今日呼んでいただいて、こういう本土でお話をさせていただくっていう機会で非常に貴重な機会だというふうに思ってるんですね。でまだまだやっぱりここに来ていただいた方は皆さん関心を持っていただいている方だと思うんですが、あまり関心を持っていない方というのもたくさんいるわけで、やっぱりそういう人たちに対して、とにかく訴えていくと。で具体的に何があるかというふうに言われるとなかなか難しいんですが、こういう講演の場を作っていただくとか、あとはやはりマスメディアを通して意見を届けるというのは非常に重要ですから、やっぱりメディアが着目するような仕組みっていうのを考えていくということも大事かなと思います。ありがとうございました。中井先生からその後、時間が限られているので会長からだけにとどめさせていただきます。どうぞ。私も全く今おっしゃった通りだと思います。で私もですね、サンゴ礁に限らず、サンゴ礁に限らず自然保護の活動をずっとしている中 で, ですね、何やったかというとですね、結局そういう事実があるよと、あるいは何が問題なのかということをクリアにしてより多くの人方々に伝えることなんですね。で先ほど言ったその石垣島の問題の時ですね、サンゴ礁のサンゴ礁もほとんど知られていない、全国的に。あの頃ですね、サンゴ礁って言いますと、
宝石サンゴが使ってて儲かっていいですねっていう感じがありましたというぐらいの認識だったんです。それがここ数十年で大きく変わってきた。それは今も今このまだの現状なんですけども、やっぱここ数十年でサンゴ礁汚染あるいは環境汚染自然保護に対して、まあ、長良の問題なんかもそうですけども、随分変わってきたなっていう認識なんです。ただ十分ではない。そうすると何かっていうと、それを続けていくしかないだろうと。で、まあ、ナショナルレベルでいろいろやることもあるだろうし、あるいは環境教育って言いますけども、環境教育何も子どもは対象じゃないんですね。大人あるいは場合によっては行政の人が対象、そういう人たちの中にもあれと思っている人もいるわけです。そういう人たちをちょこっと見つけてくれば、まあ、ひょっとすると向こうの中から変わってくる可能性もあるということを、まあ、実は経験したことがありますので、まあ、その部分ではまさに今どういうふうにさらに伝えていくかということを繰り返しやるしかないだろうというふうに思っております。ありがとうございます。宮崎会長どうぞ。今日はどうもありがとうございます。また勉強させていただきました。それで少しですね、専門的だしかつ政治的な話をちょっとだけさせていただきたいと思ってるんですけど、今こう見ましたようにですね、実は県の立場に立ってね、しかも担当者の立場に立って物事を考えるとどうなるかということを少し考えてみたいと。それはなぜかちょっと民主党政権の時にですね、政権はヤンバダムをやめると言ったんだけれども実際上できなかったということの教訓に基づいて少しお話させていただきたい。で、今言いましたように前の知事の時代にもですね、これはダメだってことを最初言ってたんです。知事も公約しましたし、そのように環境アセスメント等々についてもですね、いろいろ県の役員さん頑張っていただいてダメな方向でたくさんの候補費をやったということですね。急激に中山知事辞めるときに変更した。同じ人が最初辞めると言った人がです、ね、立場上ですよ、今度やるというということでまた署名して出すと。でさらに今度またひっくり返りまして小永さんのところ辞めるというというなったんですね。私が環境保護部長だとすると、最初はやるなという方向で書き、今度はやるという方向で書き、今度はまたやらない方向で書くと。で、私裁判を受けるのは当然のことですけど、やるとなったらですね、ちょっとこれ何と答えたらいいかということで、役人としても非常にジレンマがあるということなんです。で、何を言いたいかと言いますと、それ非常に最終的に沖縄を勝利するためにはですね、やっぱり県庁ももちろん市長もそうなんですけれども、頑張って一丸となり行政と市民あるいは国民全体が一緒にならないとなかなか勝ちにくいということがありましてですね、こういう非常に複雑な矛盾に満ちた人たちを頑張らせるようなですね、こちらの方の味方をつけるということをどうやるかということをもうちょっと深くね、県の行政とか審議会とかいろんな政策変更するときに必要ないろんな媒体なり、方針に入ってですね、覆された。そういう意味じゃ沖縄県弁護士会非常に頑張っていると私は思ってるんですけど、沖縄県弁護士会内部にももちろんいろんな審議会があったり行政が仕事したりしてる人がいましてですね、この矛盾をどう解決するかということを民主党政権での失敗を少し参考にしながらですね、今日の懇親会でもし残れればですよ、ちょっと議論してみて、もっと有効な方法があればですね、さらにこう延長を強化していったらどうかと。でないと、ただ賛成か反対かで反対と広げるところに行ってもですね、やっぱりかなり際どいところに来てましてね。で、もう一つ言うと、小永さんの今日アメリカに行ってますけれども、銃の秘策があると言って何とかで、これに対してもう菅官房長官以下全員がね、工事取り消し、埋め立て免許取り消しても工事やると言ってるわけですから、これ最終的にどうなるんだろうか。一般的に言えば工事局が取り消しであればですよ、普通は工事できないと思うんだけど、これやるって言ってどう思うかとかですね、中の秘策の中にその法的指定がどうあるのかと。最終的には小永さんも、まあ、私の新聞報道で見てる限りでは100人の人たちで阻止してるんだけど、もしね埋め立て取り消してそれも工事やるの1000人いくだろう、これは絶対に破れないというふうに小永さん言ってるんです。いわば力の闘争ですね、むしろ裁判があるんです。そういうことを含めて援助の仕方をいろいろ懇親会の時でも考えて有効な支援をしたらどうかと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。もっともっと皆さんご意見やらご質問やらあると思うんですけれど、時間の関係で、質疑はここで打ち切らせていただきます。今日会場にはこれだけの人数がお越しくださいましたけど、不幸にも来れなかった方もたくさんいらっしゃるわけですね。で、その方たちに発信するために今日はフォトジャーナリストの佐藤さん、こちらにいらっしゃいますが、
撮影をしてこれを YouTube で全世界に流すことになっています。どうぞそれを見てくださいと今日来れなかった方にお誘いいただけたらと思います。そして世論を作っていくということで、当学会の理事会では学会として皆さんと一緒に声明文を作ろう、声明を出そうということになりました。これからその文案を皆様にお諮りしご審議いただき採択という手続きに入りたいと思います。講演お願いします。準備できる間、中井先生から貴重な資料を10冊いただいています。1冊会長に1冊理事会にいただいて残り8冊はご参加いただいた方早い者勝ちになりますけれど、この研究会が終わった後いらしていただければここでお渡しいたしますのでどうぞいらしてください。では声明文案の提案に入ります。理事会の牛野理事そして川村理事お二人が文案をお作りくださり、今日の講師の先生方にもお諮りをしてご助言をいただいてまとめたものです。辺野古の埋め立て中止を要望する声明案、敗戦後70年にわたる沖縄の歴史は取りも直さず基地の歴史であったと言っても過言ではありません。本土の基地が縮小の方向に向かったのに対して沖縄の基地負担は増大し、その結果全国面積の 0.6% に過ぎない小さな沖縄県に全国の米軍専用施設の 74% が集中するという異常な事態に達してしまいました。私たちはこの事実を黙って見過ごすわけにはいきません。そうした異常な事態の中で普天間基地の全面返還の代償として辺野古に新基地を建設することが決められました。しかも沖縄県知事選挙をはじめとするこの間の度重なる選挙結果に示された沖縄県民の建設反対の強い民意を無視して強行しようというのです。民主主義社会において民意はあらゆる案件にわたって最も重んじられねばなりません。したがって沖縄県民のこの思いは最大限尊重されねばならないはずです。さて辺野古の大浦湾一帯は美しい景観と豊かな自然に恵まれた楽土というにふさわしい場所です。青い海の中にサンゴ礁、マグローブ、干潟、海藻藻場、砂場、泥場が連続し、さらに絶滅の恐れが高いジュゴンが生息する生物多様性に富んだ沿岸域であります。沖縄県の自然環境の保全に関する指針では自然環境の厳正な保護を図る区域とされてもいます。そこを土砂で埋め立て V 字型滑走路を建設するという行為は美しい自然や景観への冒涜以外の何物でもなく、また国民的自然遺産の喪失でもあります。しかもその埋め立て用の土砂は2062万立米、東京ドーム17個分、内訳は山土360万立米、海砂58万立米、岩釣り1644万立米に及び、そのうちガン釣りは失礼しました。そのうちガン釣りは西日本各地の例えば奄美群島、佐多岬、天草、五島、門司、小豆島、防府などなどから掘り取って運ぶことになっています。それは辺野古にとどまらず本土の景観や自然の破壊を招くことを意味してもいます。これまで瀬戸内海や九州の山野海浜は経済発展の犠牲となって大規模な破壊と収奪を余儀なくされてきましたが、それが一層加速されることになるのです。そしてさらにそれは本土側の辺野古の基地建設への加担をも意味すると言えます。私たちはいつまでも同じ過ちを繰り返すわけにはいきません。1958年の夏、米国統治下の沖縄から初めて首里高校が甲子園大会に出場しました。初戦で敗退した首里高ナインは甲子園グラウンドの土を沖縄に持ち帰りましたが、その土は沖縄の検疫所の係官によって海中に投棄されました。その時の選手たちの思いを踏みにじるように、今回はそれとは比べようもない膨大な量の本土の土砂が
沖縄の海に投じられようとしています。そしてそれが沖縄の美しい自然と景観を根こそぎ破壊しようとしています。辺野古の美しい景観は戦争のための基地とは相入れぬものです。私たちは辺野古の埋め立てという事件を自らの問題として捉えつつ、この破壊行為を断念するよう強く要望するものです。そして辺野古と本土の自然と景観を守ることを心から願うものです。2015年5月30日日本景観学会春季大会参加者一同、この文案について何かご意見おありでしょうか。なければこの声明にを採択いただけることは方は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。この声明文は新聞各社にお渡しをいたしますし、この YouTube で全世界に流れることになっています。ありがとうございました。